ここが富士スピードウェイか。知ってますよね。あ、4回目ぐらい。お値段ですが、前澤友作がスーパーカーを買ってみたシリーズ第5弾の、YouTube を撮らせていただいてます。おなじみの MG スーパーカーの面々が今日も来てくれてます。皆さんから向かって左から、はい、皆さんから向かってだから直樹から、はい、あ、直樹ですよろしくお願いします。ヤマケンです、お願いします。はい、知らない人に向けて一応解説しておくと、プロのレーシングドライバーです。ただの車好きです。はい、ということでついに納車になったということで、俺オーダーしたのさっき聞いたらもう7年前らしいよ。どんだけ待たすねん。すごい長い。もうちょっと忘れた頃に、ね、なんでそんなまず時間がかかったの。やっぱりね、あの MG のやっぱりカラーリングがなかなか決まらなかったっていうのが、カラー決めるだけで3年ぐらいかかった。もうだいぶやりましたもんね。そうだね、あーでもない、はい、こうでもない、はいはい、はい、それでは早速納車式に移りたいと思いますけれども、はい、もう車実は真後ろに来ております。おお、じゃあパーンって振ってもらっていい、いきますよ。それでは、前澤友作スーパーカーを買ってみたシリーズ第5弾納車になった車はこちら。でっけえ。でっけえ。これはでかいね。これはまさかの。いやいや、でかい。これは何トン車っていうの、これ。何トンなんだろう。何十トン車ぐらいのイメージ。これはね、F1 チームとか使うトランスポーターですからね、これは。はい。はい。はい、アストンマーチンのトラックを買ったわけではありません。ではない、まあ、もちろん車好きの皆さんはご存知だと思いますけれども、あくまでもこれキャリーカーですね、はい、ですのでこの中に、今日納車になる車が積んであるということで、この後下ろしていきたいと思うんですが、なんかかっこいい下ろし方はある。はい、ちょっとまずはあれですね、サイド開けてもらって。サイドが開くのね。はい、あ、もうあの方が、はい、サイドを開けるために、はい、もう2時間前からあそこにスタンバイいただいてるそうです。ではじゃあお願いしましょうか。そうですね、はい、すいません、では開けていただきます。あ、噛んでしまいました。開けてください。うわ、来た。いや、いよいよですね。うわ、すげえ、かっこいい。7年越しの、なんじゃこれ、なんだこれ。かっこいい。やばい、あれこんな色だって俺頼む。いやいや、これです、これです。え、これオリベグリーンで頼んだ。いやいやいや、だいぶ初期で、そのためにあれロールスロイス合わせたんじゃない。いや、だいぶ初期でやめました。あ、そう、はい、え、これ色間違えた。やばい、それはやばい。俺のはい、これです。なんやかんやね、迷ったら逆にグレーにしたんだよね、はい、グレーというか、グレーでいいの、うん、グレーです、グレーで、はい、はい、ちょっとじゃあ早速下ろしていただきましょうか。はい、はい、はい、ということで、はい、ついに納車になりました。おめでとうございます。さあ、もう皆さんも見えていらっしゃると思いますが、うん、こちら、はい、まずは車種名から発表したいと思います。前澤友作スーパーカーを買ってみた、うん、第5弾、何を買ったかというと、アストンマーチンヴァルキリー。イエーイ。ちょっと今発音が良すぎて。バルキリーです。バルキリー、本当合ってるから合ってますよね。合ってる、はい、ということで約7年前にオーダーしたアストンマーチンバルキリーがついにここ富士スピードウェイに届きました。おめでとうございます。アストンマーチンの皆さん本当ありがとうございます。
それでは早速じゃあ車を少しずつ解説していきたいと思いますが、はい、何分今日初めて僕もバルキリーに触れるもんでさっぱりわからないんで、はい、事前にある程度情報はあるんで、ね、ある程度情報、はい、じゃあ俺はまだ何にも知らないので、はい、ちょっとじゃあまず見ていきたいと思いますが、はい、これはもしかしてタイヤですか？まさかですね。タイヤですねこれ、はい、でもタイヤも20インチでめちゃくちゃ大きいですよね。はい、まあ、あのハイパーカーとかスーパーカーと呼ばれるとんでもないパワー、とんでもない速度の出る、うん、まあ、ストンマーチンを代表するもう今車です、はい、まあ、聞くところによるとだいぶ F1 カーのイメージを踏襲して作ったというふうにあの僕が買った時も言ってましたし、今もそういう評価がされてるんだよね。そうですね、はい、あの F1 の、うん、あのデザイナーでもう空力の天才と言われているエイドリアン・ニューウェイ氏がデザインした、うん、それはアストンマーチンの人なの？いや、あのレッドブルで F1 今もう圧勝してるじゃないですか、はいはいはい、あの車を作っている人がデザインしたスペシャルな一台ですね、うん、じゃあその F1 の空力性能みたいなのを引っ張ってきてるってことだね。もうまさにその DNA が山盛りです、うん、だからなんかこのエアロみたいなのが、うん、なんか普通の市販車で見たことないね。俺もいろんなスーパーカーあるけどここまでなんか大げさなのはないよね。はい、なんでもうちょっと前から見ていきたいんですけど、はいはい、まずその F1 から来ている空力デザインでもうすごくない？ここがもうF1 のフロントウィングみたいじゃないですか。そうですね。誰か携帯ある？携帯がもう見ててね携帯、はい、あもう携帯ギリギリほら、わかる？ iPhone、うん、iPhone12 これ、古いね。iPhone12 を横にして、ほら、もうここギリギリぐらい。すごい車高の低さ。はい。やっぱりその低い方がこう下から入るダウンフォースとかも得られるんで、なるべく低いところで作られてますね。すごいね。なんか深海魚みたいな顔してる。はい、そうですね。うん、サメみたいな、うん、なんか、はあ、確かに。でなんかこれにもこだわりがあるって聞いたよ。この、はい、チタニウム製のバッチ。チタニウム、はい、それはやっぱ軽さを追求してるの？そうですね、これだけで、3桁万円、はい、これオプションなんですよ。、はい、これはもうバルキリーのために専用で作られたバッチになります。薄いですか？薄い、軽い、はい、もっとボコってなってるけど、はい、こう薄くしてるのもやっぱ風の抵抗をなるべく、まあやっぱりそうですね。あとまあ質感もいいですよね、うん、チタンだと、うん、あとみんな気づいてないと思うけどこのワイパー途中でボタンを止めたわけじゃありません。最初からこの前まっすぐになってるんだよね、うん、普通はこうやってなってるじゃんワイパーって。けどワイパーにこの風が当たるのを嫌がってこれはこうしてんの、うん、でこうしとけば風の抵抗少ないじゃん。普通の車こうじゃん最初の状態で合ってるよ。そうですね、はい、で普通の車はワイパー2本じゃないですか。あ確かに。でもやっぱりそのレーシングカーとかルマンとかの車はもう1本なんですよ、うん、なんでそういうレーシングカーのような空力も考えられたワイパーですね。で車好きの皆さんはすでにお気づきかと思いますがサイドミラーがない、うん、普通スーパーカーってねこの辺からニョキってこう、うん、サイドミラーが生えてるんですがこれはありません。でこれは僕は知ってます。なぜかこれです。これがサイドミラーの役割を果たしていて、でこっちからちょっと撮ってもらうと分かるんだけどここにカメラが仕込まれてるの。でこのカメラで後ろを撮ることで、で室内にその映像がを映すことでサイドミラーの代わりを果たしてます。これは何、道路交通法上 OK なの？はい大丈夫ですから。こんなの俺初めて見たけどサイドミラーのないスーパーカー。いやもうこれもやっぱりあとはその空力も考えられてるんですよね、うん、でこの風の流れもそうですし、うん、その大きいものがこうミラーとかついてるとそれだけでも空気抵抗になったりするんで、なるほど、そういうところももう緻密に考えられてますね、うん、でこのなんといっても後ろのお尻が美しいね。これがすごいですよね。素晴らしいよこれは。市販車でこんなの見たことないですね。すごい、はい、すごい。これ車検通るんだっていう、そう、ナンバーがついてるっていう驚きですよね、うん、えこれもなんかさよく F1 であるじゃん。はい、そうですね。これ何なの？この、 あのリアのそのこれはクラッシュした時とか、うん、やっぱりこう安全性を守るためにこういう形状にはなってるんですけれども、あクラッシュ した時に防ぐための出っ張りなの、うん、
そ、まあそれも含めてですね。なんでやっぱりそのこのここからのこう風の流れとかも含めて、まあこういったデザインにはなってますよね。さあここでどうやって開けるかですね。どうやってドアを開けるのかなこれ。探しましょう。開けゴマみたいなもんじゃないんですよ。音ではない。はい、でもない。これでもない。最近けどね、こうやってやると開く冷蔵庫とかあるのよ。コンコンってやると開くやつ。そうなんだ。知らない。いや。おっさく、うん。確かに。いや超軽い。いやでももうカーボンなんでやっぱ剛性も高いですし、こう見てそのカーボンでスチールの部分が一切ないんですよ。スチール 1% も使ってないです、うん、もうゼロです。フルカーボン。ちょっとここに、はい、ハンドビルトイングレートブリテインでビンバナンバー39/150。あ、150だ。つまり150台限定のうちの39番をつけて日本に運ばれてきたと。だからグレートブリティンだからイギリス製ってことだよね、はい、ハンドビルというね。はあ、乗ります。乗ってみます。乗りましょう。これどうやって乗るのこれ。そうっすね。うん、これ靴脱ぐ方がいいんじゃないのこれ。そうですね。ちょっと一回靴脱ぐわ俺。靴脱がなきゃいけない車ってさ普通に乗れない。あ、ここに押しかけてこうね。はい。うわ狭っ。何これ。え、これで合ってる。合ってます。え、だいぶあれだよ、このお尻がこういう風にへこんでて、足見て、足がさ、お尻より全然高い位置にある、はい、そうですね、はい、うん、これも今の F1 スタイルですね。すごっ、はい、モノコックのその空力とかを追求していくとドライバーがこう、ちょっと乗りづらい着座位置になっちゃうんで。全然アクセルに足届かないんだけど。それはあの、ペダルを、こうペダルベースを変えられるんで。っていうかさ、ハンドルないよ。ようやく気づきました。なんで？本当だ。まさかこうじゃないよね。まさか。新しい。なんで？ゲームぐらいの大きさ。え、ハンドルなんでないの？はい、いや、これってもうコックピットがこのサイズ感なんで、うん、ステアリングついてるともう乗車できないんですよ。あ、ハンドルがここにあるともう乗り降りできないってこと。そうですそうです。あ、それで取ってんの？ハンドル持っていきましょうか。ハンドルも納品。うわ、え、じゃあ乗り降りするときいちいちこのハンドルを外すの？はい、そうですね。まず、はい、でこれ家に置いとくってこと？いや、車につけといて大丈夫だ。あ、ここに置いとけばいいのか、こうやって、はい、あー、すごっ。で、どうやってやるのこれ。それはただ、はい、刺せばいい、はい、カチッと、カチッといくまで刺します。おー、おい、え、これでも OK？ OK です。外れない？これ外れないですね。わ、めっちゃ、え、もうレーシングカーじゃん。いや、もうそうですよね。うわ、いい音。パドルの剛性感とかもいいですね。エンジンスタートボタン、いきます。
げえうるさい。なんで走行中はエンジン音結構うるさいんで、このヘッドセットをつけていただいて。あ、もうこれをつけてくれっていうことなの ね。最初からもここにあるんだ。はい。じゃないとあの助手席の方と会話できなくて。やばい車だな。もういいね。いいですね。ね、車じゃないですよ、ね、はい、ということで、はい、早速乗ってみたいと思います、はい、もうこんなブーツじゃどうしようもないんでレーシングシューズに着替えました。でジャケットも脱いでこれでちょっと乗ってみようと思います。もうちょっとその辺行くぐらいにしとこう、はい、そうですね、まずは軽く行きましょう、はい、軽くね。じゃあ行きます。はい、ハンドル来ました。ハンドル入ります。はい、ハンドルつきました。もう窓開かない、これ。窓ない、窓ない、あ、窓ない。これがミラーですね。そうそう、これが、すごい。行きます。おお、オーライ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 。おお、すごい。すごいっすか。これ何？エンジン消しちゃダメなのか。あ、消しましょうか一回。大丈夫。大丈夫です。あー疲れた。レーシングか。やばいね。やばい。やばいよ。今までの俺の持ってる車で一番うるさい。うん、ああそうなんだ。街乗り でこのうるささやばい。全然喋れないんですか。かろうじて。あーみたいな。何みたいな。ぐらいのテンションで喋んないの。モーター音とかから聞こえる。真後ろから聞こえる感じですか。後ろからやばい。すごいわこれ。あと踏むとめっちゃ G 感じる。ぶわって。あ、すごいんだな。これは今日攻めたいね。攻めちゃうんすか。行っちゃうんすか。はい、ということでね、アストンマーチンバルキリー。もう俺の第一印象はうるせえ。あの乗った感じね。はい。はい。うん、はい、で。まあ皆さん気にされるであろうお値段ですが、俺が記憶7年前に覚えてるのは、まあ2億から3億ぐらいに、まあオプションとかね、はい、いろいろつけるとレンジはあるけれども、だいたい2億から3億ぐらいで収まるでしょうって聞いてましたが、はい、この前ちょっと前に聞いてびっくりしました、はい、まあ、円安とかもあるのかな。そうですね。それか別にオプションそんなつけたわけじゃないよね。まあある程度つけました。で結局いくらになったんですか。はい、もうすべて総額カメラ目線でお願いします、はい、もう印象費税とか登録費用とかすべて入れて約 4.7 億円です。4億7000万はい来ましたね。高っ。そういやだから俺2から3って聞いてた。2から3もすごい。だって聞いたの納車も日本に届きましたよぐらいで初めて聞いたから。まあいいよ、仕方ないよね。仕方ない。
なんか落ちてないよね、お前に。おいおいおい。仲介的なやつ。まあまあけど、その価値のあるね、見栄えも乗り心地も4億7000万。はいね、今までの中で一番高いんじゃない？一番高いです。高いです。このスーパーカーシリーズに言ったら、はい、だってブガッティで3億ぐらい。そうそう、3.5億円ぐらいです。パガーニはもう同じぐらいです。同じぐらいです。まあまあまあけど大満足しております。この特にカラー、カラーリングね、うん、このグレーと白のツートンが素晴らしい。かっこいいですね。まあまあ4億7000万払った価値のある素晴らしい車だと思います。けどあれじゃない、もうプレミアムもつくしさ。そうですね、もうこれはすごいですよね。だから5000万とかの車買うより、はい、もう思い切ってこっちを買っちゃって我慢して5000万の車10台我慢すればこれ1台買えるわけだから、我慢してこうトップオブトップを買った方がね、体験的にもいいしいろいろいいでしょう。というまあとにかくスーパーカーはトップオブトップを買い続けようと思いますので、シリーズ第6弾7弾も引き続き楽しみにしていてください。それでは4億7000万アストンマーチンバルキリーシリーズ第5弾これで終わりたいと思います。最後まで YouTube をご視聴いただきましてありがとうございます。7.7 ってさ来てるよね。でも温度がちょっと高すぎるんですよ。小さい、ちょっと為替が働いても働いても楽にならない。